話があるんだったら、こっちが下だったりとかするから、で、美味しかったらもう水に染みて簡単に、簡単でいいです、これは。次タオルです。タオル、もうこれと、あ、これはもうすでに置いてあるやつ、置いてあるやつ、はい、とりあえず、妻子さんこれ分かるかな、分からない、取ります、待ってよ、置いてるのも見せてあげてね、あ、こうやってはい、あ、大丈夫、後ろから、後ろから前に、こうです、長く引かなきゃ、長く、そう、そうです、はい、次襟の方、これは、はい、ここ止めてください、止めてください。次、長襦袢ください。はい、それ倒させてください。お手が倒します。はい。その時に、ここ中心で、まとめ、まとめます。これも、これでいいです。はい。止めます。はい。そしたら、力紐がついてると思うので、これ。力紐がついてるということで、ここから、はい、襟大丈夫ですか？はい、はい、後ろで結んでくださいね、慌てなくていいからね、はい、襟大丈夫ね、はい、はい、遊びもください、時間見ればよかったね、大丈夫か、できるよね、うん、遊びもください、はい、はい、次、縦締めをください、長いの、これですよね、そうです、はい、着物ください。はい。
中どうぞって言って、はい、背中をちょっと待ってくださいね。まっすぐでお願いしますね、はい、はい、袖入れます、はい、で裾真ん中で引っ張ってくださいね。裾の長さ真ん中で引っ張るってこと。はい、長さ、はい、長さ、はい、はい、お注目ください。はい、長さ大丈夫ですか。長さ、裾の長さ、はい、袖はね、相手が持ってるから大丈夫、大丈夫。次、後輪ベルトです。こことかも止めて、あ、うん、私がやるから。あ、大丈夫です。大丈夫です。お紐ください。後ろ来てみしてね、はい、後ろに立ってるときはこの時向きでいいする、うん、後ろはもうほとんど前の人が見なくなる。これもこっち上げてしまうとなくなるので、うん、これでいこうね。これで、はい、追加してください。優しくね。手を下に、下に、下に、こういう風に、下に、
です。はい。で、帯で後ろに行ったら、あのヘルプは前の方に、ね。帯付け靴が入ってる。ちょっと軽くもです。はい、前に行きます。はい、閉めてください。ごめんね、ごめんなさい。大丈夫です、大丈夫。はい、三重紐ください。はい。すぐないようにお願いします。お間違えた。え、何？みんなこれやるの忘れちゃったから。三重紐が入れにくい。紐は今外していいですか？はい。Thank you.
この高さも前の人のヘルプでちゃんと直してあげてね。はい、前にいる人はもう前の方をやる。後ろとかを整えている間に前の方はもう全部仕上げないといけない。このセンスがないと思う。私でもやるのやらないといけないの。この帯が下がってるのも上がってるのもヘルプ次第だからね。だってもう見えないでも前そうですね。あ、出てこなくなった。センスがないな。これ引きすぎ。引きすぎ。あの絞りが全部伸びてる。あ、本当だ。これは引きすぎなので短いからこれ。もうこっちでこっちでいいです。これで。これでいいです。こういう感じです。あとはクリップとか取り忘れがないか、うん、で裾とかあとこの方の草履とかをボックスで衣装が来るから、うん、それを準備してあげる。草履これですよ、バッグこれですよとか、ね、うん、何分ぐらい19分。大体ヘルプがつくとそれくらいなので、今日は今日からあの本番同様の2人でヘルプで、今ヘルプの仕方を鎌さんに教えた、あ、タモリさんに教えたので、あの私のの立場にもなったりヘルプにもなったりするから、あ、この時こんなして言ってたなとか、次に使うものをくださいとか言ってたなとかっていうので、うん、こういう感じです。見ていい？あ、何？